今日は、Apple Air を買いまして、ノートパソコン上で、今回から作っていきます。ちょっとマイクが壊れちゃって、どうにもなんなくなっちゃったんで、で買いまして、で、今の、あれなんですけれど、こんな感じになっております。まあ1500万ぐらいですか。まあかなりやられてしまいまして、モデルナがもうかなり下がっております。とんでもなく下がってしまいました。パーセントだといくらだろう。15%下がってしまってます。買った時から。で、まあ、175まで行ってた時がありまして、175まで行ってた時は、2200万までここが上がったんですけど、2200万から1500万だから700万ぐらいそこからなくなっちゃった感じですね。まあ、そこはメル、前にもお伝えしたように、メルク社が大量に売ってしまったんで、大きな下げが発生してしまいました。まあ、これ前も言ったことなんであれなんですけど。で、まあ、最近のニュースでは、もうほとんどあれですね、新しいニュースがなくて、FDA の承認を受けてからは、全くいいニュース、大きいニュースがないんで、もう空売り勢のやりたい放題という感じです。で、まあ、日本の掲示板とか見てて、下がるって言ってた人が、一人、ネットの掲示板で、いらっしゃって、まあ、その方の言う通りにちょっとなっちゃったなっていう、まあ、その方結構、なんかちょっと、喧嘩みたいになっちゃってましたけど、まあ、やっぱり言ってる通り下がったなっていう、でも、その方の言ってるとこまでは下がらないと思うんですけれど、まあやっぱりプロ目線で、プロっていうかある程度知ってる人で見るとやっぱり騒がるように、なるのかなっていう感じで、まあ、まあちゃんと見てもらって、まあまあ素人じゃなくてある程度のあれで見ると、これインディケーターがちょっと、すいません、全然ないので、インディケーターくっつきます。で、まあこんな感じなんですね。で、まあやっぱりボリンジャーバンドの外出た時はやっぱり売り時なんですけど、ボリンジャーバンドの外出ても、例えばこういうケースですと、外出てここで売ったとしても、この後また上がるんで、こういうのを取り逃しちゃうと嫌だなっていうので、まあ外に出てもまたこう上がるような、そういうふうに見たんですけれど、もうこう下がる一方で。そうですね。まあ、こっからの下げはうんときつかったですね。で、まあもうちょっと細かく見てみますと、170ドル。1年単位で見ると175ぐらいまで行ったんですね。で、まあ、ここの上がり、ここら辺の上がりは FDA の承認かなんか提出したんで上がったんですけど、で、140、自分が持ってるのが144ドルなんで、まあ、ここら辺で確か買ったんだと思うんですよね。で、買って、まあ、上がって、ってんで、ここら辺まではうんと良かったんですよね。で、まあ200ドルぐらいまで行くかなって思ったんですけど、ここら辺でメルク社が決算良くするために大量に売ったんですね。モデルナの持ってるので、まあそれで大きく下げてしまいました。で、それがずっと傾向が続いて、で、ここまで来たんで、ここの、まあ、ボリンジャーバンド触れてるんで、これで、まあ、戻ってくれればいいんですけど、本当に空売り勢のやりたい放題になっちゃってる状態です。で、あとクリスマス相場なんで、
まあ、あんまり相場をもう休みなんで売り抜けて、まあ、相場から遠ざかってるんで、まあ、下がるのもそれでしょうがない部分もあるんですけれど、はい。で、まあ、あとはですね、まあ、この後は決算が1月にあるみたいな、それかな、それを期待して、まあ、プラスになるのを期待する。まあ、ずっとマイナスなんで、まあ、プラスが出ると、またちょっと変わってくると思うんですけれど、で、私の予想では、まあ、これは耐える時だなっていう感じで見ております。もっと上がると思ったんですけれど、まあ、これは上がる。まあ、大きな上げが来るとは思うんですけれど、で、まあ、あとは、変異種、コロナウイルスの新しい変異種に対する効果があるかどうかなんですけど、まあ、ファイザーのも両方とも効果、モデルナも両方効果あるって言ってるんで、多分それが実証されるとまた違ってくると思います。その結果がいつ出るかちょっとわかんないですけど、多分近いうちに出ると思うんで。で、このテスラですね。テスラは最近はニュースはあれですよね。S&P500 に加入して、まあ、加入した当日下がっちゃいまして、私は大きく上がるんかと思ったんですけれど、また予想が外れまして、すいません。まあ、全然上がんなくて下がっちゃいまして、で、まあ、まあ、そうですね。で、まあ、661ドルに上がったんで、やっぱり、上げ基調は続くのかなとは思うんですけれど、どうなるんだかちょっとわかんないですけど。で、まあ、テスラの最近のニュースですと、あと、あれが、オートパイロットの機能がうんと、良くなったっていうふうにイーロン・マスクが言ってたんで、で、まあ、どれくらい良くなったかっていうのが、ちょっとこの動画見ていただけるとわかるんですけど、で、この右側にこう車があっても、こう道の路肩に止まっててもちゃんと避けてるのがここでわかるかなと思います。で、この画像を見ると、昔の私なんか世代ですと、ロックマン X の1の一番最後のボスのシグマの時にこういうのが出てきてたんですけど、それとそっくりだなって思って、まあ私の世代だったら、ロックマン X やってればわかるかなと思うんですけど、こういう感じのポリゴンみたいなの出てくるんですけど、まあそういうんで、まあ障害物ですとかを判断してて、あと鹿を避けるような映像も前あったんですね。鹿がいきなり道路に出てきてたんですけど、テスラの車が避けようとしてる動画、それも最近のアップデートであったんですけれど、こんな風にして、まあ非常に、機能が高くなってる。で、まあ、あれ、止まっちゃった。で、まあ、まあ、こんな感じで良くなってまして、で、最近、テスラのイーロン・マスクの自伝を読んでるんですけれど、やはり、テスラの車買った人は、
最初に買った人、あ、最初の方に、新しく買った人も、後に買った人も、そんなに遜色ないように、こう、アップデートをしていくんで、それによって、まあ、初期に買われた方であっても、遜色なく使えるように、心がけてるみたいな、そういう記述があったんですけど、まあ、その通りで、これがまあアップデートされていくんで、さらに良くなると。で、このオートパイロットの技術は、今は80万、前もこれも言った、お伝えしたんですけど、80万ぐらい、なんですけれど、まあそれが徐々に値上げしていって、まあ、最終的には1000万ぐらいになるって言ってたんで、これシステムが1000万普通買えないんで、そうするとサブスクリプションで月額1万円ぐらいで貸すそうです。で、まあそうなる前に、もしモデル3が欲しいのであれば、買っておくことがいいかなと思います。はい。で、まあこんな感じで、まあすごいパワーアップしてということです。あ、で、ちょっと気づいたんですけど、ビットコインもとんでもなく上がってますね。あれ、これちょっと驚きですね。あれ、これちょっと動画作って今気づいたんですけど、あれ すごいですね、これ。え、こんな上がってんすか？まあ、前の動画で、まあ、これから上がるなんて言ってたんですけど、いつの間にこんなに上がったんですかね。すごいっすね。2万7000。すごいっすね。こんな上がってんすね、今。ちょっと話は逸れちゃいましたけど。あ、で、ビットコイン関係なんですけど、リップルがとんでもなく下げまして、ちょっとテスラからすいません、話は飛んじゃうんですけど、これがですね、リップルがですね、CEO が提訴されたかなんかして、で、なんかちょっと、まだ、あんまりよく把握してないんですけど、リップル自体が仮想通貨なのか、証券なのか、みたいな、そういう話で、仮想通貨の、なんていうかな、最初の仮想通貨かどうかの、ところで、ちょっと提訴されてつまずいてる、なんていう話だったんで、それで、まあ、下がっちゃいまして、で、もともとリップルは、手数料とかが、送金のが早くて、手数料とかが安いんで、使い勝手が、手数料が全然安いんですね、ビットコインなん、イーサリウムと比べると。なので、非常に有利、ってことだったんですけれど、まあ、そもそも仮想通貨かどうかってところで、多分ちょっと詳しく知らないんですけど、訴えられちゃったんですね。で、まあ、ここからここだから、0.6からこれだから半分、50%減ですね。だから、怖いなっていうのが、まず第一印象でした。で、やっぱり、リップル、ビットコイン関係あるんだったら、ビットコインか、まあ、アルトコインですね。アルトコインの方のイーサリアムか、リップルだと思うんですよね、大体の人が。で、まあ、リップルは、でも、その3つの中違うのが、2つの中で違うのは、経営者自身が、コントロールできるっていう、発行数とか、いくらコントロールができてしまうので、ビットコインとイーサリアムに比べると、ちょっとどうかなっては思ってたんですけど、まあ手数料がうんと安いんで、すごく、あと爆発力があるんですけれど、まあそんな感じなんですね。で、まあ仮想通貨自体が結局は、まあ、コントロールされたくない、誰かにコントロールされたくない、民主主義的な政府とかにコントロールされたくないってことで始まったものなんで、それなのに、
まあ創業者とかが持ってて、そこでコントロールできてしまうのはどうかなっていうふうなことを私は思ってたんですけれど、やっぱりその前兆なのかなっていう感じもするんですけど、でまああと Facebook のリプラなんかもマーク・ザッカーバーグがやっぱりコントロールできちゃうんで、その点でどうかなと思っていた矢先にやっぱりこういうのが起きたんで、やっぱりそうなんかなっていう。結局民主主義みたいな感じで、政府にコントロールされるのが嫌な、介入されるのが嫌なんでビットコインっていう発想をしてきたんで、まあ、そのところがちょっとリップルだとその作った人がいくらコントロールできちゃうんでどうかなっていう感じだったんですけれど、それが中央集権型と分散型とかっていう、なんかそういうあれだと思うんですけど、確か、そうですね、リップルは中央集権型ってタイプだったと思う。ちょっと、まあ、またご自分で調べられるのが多分一番いいと思うんですけど、はい。で、まあ、ちょっと話がそれちゃったんです。すいません。で、ビットコインじゃなくて、テスラに、なんて、でもビットコインが1万9500ドルぐらいの時に欲しいなと思ったんですけど、ちょっとモデルナが下がり始めちゃったんで、どうしても自分の場合は抜けなくて、まあ、こんな上がっていくのに何もできないって状態なんですけど、まあ、あと、ビットコイン自体がまだ日本だと税制的に雑所得になっちゃうんで、株とか FX は20%なんですけど、雑所得になってしまうビットコインは。だから税制的に一番不利なところになってしまうんで、まあひどく税金持ってかれるんで、まあ、1億円クラスの儲けだと半分以上、60%ぐらい持ってかれる、5、60%もらってかれるんで、どうかなってとこだったんですけど、まあ、今年の4月ぐらいから金融商品になるんで、そうすると FX も金融商品になって、まあ、最初は雑所得であれだったんですけど、その20%課税になったんで、同じようになってくるんかなっていう感じがあるんで、まあ、これからもいいかなっていう感じなんですけど、まあ、テスラに戻ります。で、で、イーロン・マスクが、まあ、今年50万台やるって言ってたんで、とにかく50万台売ると。まあ、達成多分できるんだと思います。まあ、それを実現させることを奨励しますって感じで。で、また、テスラも確か1月だったかな、決算が出るんで、これが達成されれば、また、すごく上がりそうな感じがするんですけど、どうかなっていう。まあ今ちょっと上がりすぎてはいるんですけど、長期的に見れば絶対もっと儲かると思ってるんですけれど、まあ50万台ですよね、不可能と呼んだ。ですね。なので、まあこんな感じ。50万。まあオートパイロットの機能がすごく格段に良くなってることからしても、うんと評価されるべきだなと思います。そうですね、そんな感じで、まあそんな感じですね。まあテスラはこれからもまだ全然大丈夫かなって感じで、まあテスラの方が投資しといた方が良かったかなっていう。まあ最近はずっとモデルナに投資してて、うまくいってないんで、まあ最初買った時はすごく良かったんですけど、ここからこんなに下がるとは思わなかったんで、っていう、すぐ空売り勢が、この
ワクチン会社ですか？ワクチン会社はニュースがないと空売り勢がうんと売りかけてくるんで、それでもうやられちゃってるって感じですね。はい。で、まあ、あと、最近ちょっと習ったんですけど、RSI を使うといいみたいな話をちょっと聞きまして、で、RSI が、まあ、指標でやると出てくるんですけど、インディケーターなんですけど、まあ、市場の過熱感を、買われすぎ、売られすぎ、過熱感とかを調べるやつなんですけれど、ちょっと、これがやっぱり、それを見ると、80ぐらいいったらやっぱ売りなんかなっていうのを、最近感じました。80ぐらいいくと、80、やっぱり5ぐらいですよね。ここで下がってますけど、ピークが。で、前のピークもやっぱり80ぐらいなんで、やっぱりその前のピークの時と同じぐらいの時に売ってれば、ここなんかも取れるし取れるし取れたんかなっていう風な思いですね。で、一番そこを今度逆に下を見ると、50、直近のは50ぐらいなんで、50までいかないと思うんですけど、今64なんで6、こんなぐらい。まだちょっと下がるなって感じですね。まだちょっと忍耐が必要かなっていう感じです。で、テスラので、さっきのでちょっと分析してみますと、で、80ぐらいで、やっぱり下がってるんで、80、で、売ってればっていう、で、75ぐらいなんで、どうなん、ここから上がるんか下がるんか、どっか、ちょっと読みづらいっすね。テスラも下がるときは結構下がるんで、下がりだすと。で、ここも85ぐらいですか。だからピークは、前のピークは85だったんで、80ぐらいまで次行ったら下がるんかなとか思ってるんですけど、売り時の方が難しいんで、難しいなっていう。まあ、この695っていうのがちょっと、本当の一瞬で上がったんで、なんとも言えないあれなんですけど、多分オプショントレードのあれだと思うんですけど、この辺は96とかですか。で、前の下げが、一番下げが59ぐらいなんで、まあ、そうですね。まあ、でも上がりだすと下がらないんで、はい。で、あとそうですね、モデルナは、あとは、コメントが結構いいんで、まあ、コメントが結構、いい、コメントが多いんで、それでまあ、救われてると言いますか、希望を持ってるんですけど、モデルナすでに高値から35%ダウンしておりて、すごい下がっちゃったんで、で、ワクチンは、先進国は2021年に普及して、まあ、コロナウイルスは良くなるみたいならしいんですけど、発展途上国は、ワクチンが行き渡らないんだかなんだか、2021年以降、には収まらないなんていう、そういうことも聞いております。まあ予想、あくまで予想なんですけど。で、200ドル、まあ200ドルっていうのがいつも言ってる数字なんで、まあ、ここら辺は買いで入ってる人は購入注文があったということで、さらに上がるよって言ってるんですけど、
そうっすね。そろそろ上がる、もう少し下げたら上がってくると思うんですけど、買い戻しが来ると思うんですけれど、あとは一番いいのは、変形種、変形したコロナウイルスに有効だっていうニュースが出ると、ガーって上がっていくと思うんですけれど、それが出ないと、ちょっと、それが出ないと、まだ下がるなっていう。そうですね。もうすぐ200ドルに行くと、40ポイントポップアップ上がりますと、2月の収益の後、2月なんですかね、収益発表が。2月なんですね、収益。1月じゃないんですね。すいません。で、まあ、こんな感じで、で、まあ、あと、今日お伝えしたいのが、ちょっと今、持続可能な開発目標っていう、これを、聞いたことはあるかなと思うんですけど、SDGs、まあ、サステイナブルディベロップメントゴールズってことで、最後の S はこのゴールズの複数形の S なんですね、ちっちゃい小文字の。まあ、持続可能な開発ということで、まあ、国連で言われてるそうなんですけど、まあ、まあ、こういうジェンダー、性別の平等だったり、まあ、持続可能な開発、まあ、利益だけを求めるんではなくて、まあ、環境だったりいろんなことを考えていくっていうことだと思うんですけれど、これが、まあ、いろんな諸問題が、世界を抱えている問題を改善していくということで、まあ、資本主義、とはちょっと違うような、なんかそういう利益じゃなくて環境とかを、貧困をなくすだったり飢餓をゼロにとか、こういうことですね。まあ前から言われてることをもう少し、まあ企業としても、もっと努力してやっていこうって多分感じだと思うんですけど、で、まあ、それに近いようなのが、グレートリセットっていうのがありまして、で、それのちょっと動画を、また、いつも、勉強させていただいているグラハムさんの。The shifts government and public resources towards sustainable energy, infrastructure, and education isn't necessarily a bad thing. で、グレートリセットっていうの The way が、all of this was presented sounds more like an incohesive wish list. グレートリセットっていうのが、これもまあ似てるんですけど、 SDGZ と、ずっとチャールズ皇太子と再発表された、これウィキペディアの外国の翻訳機にかけただけなんで、まあこれもちょっとにパンデミックの経済優先事項、世界持続可能性への道に進めなければならないっていう感じで、まあちょっとこれも似てるんで、まあ利益だけを求めていくんじゃなくて、持続可能な世の中にしていくと。で、まあちょっとで共産社会主義っぽい感じもするんで、まあちょっと陰謀説なんていうのがあるんで、まあ、社会主義国家にしていく感じの陰謀説って感じだと思うんですけど、ちょっと詳しくはわからないんで、あれなんですけれど、なんかちょっと怪しい感じもあるんですよね。トランプさんなんかはこれ多分嫌なんで、計画が起こらないように唯一の世界的リーダーですってやってるんで、まあ、トランプさんは資本主義の権威といいますか、そういう感じなんで。で、
list than an actual plan to make anything happen. Unfortunately, even after I spent hours going through all of this, I was still left with the question, what's going on? And I still don't get it. But either way, the marketing on this was so terribly implemented that it makes me incredibly doubtful that any of this is actually going to happen. Do I think the グレートリセット内容見たんですけど、よくわかんないということで、まだちょっとよくわかんないことが多いみたいで。Tensions of all of this at its core are still good. I mean, yeah, companies should be accountable if they receive bailouts. We should reinvest into sustainable infrastructure. And if we're going to spend money anyway, we may as well do it in such a way that's a good long-term investment for everybody. But besides saying that we should all work together to provide solutions to problems, the whole thing just went nowhere. And instead, the Great Reset turned into more like the Great Confusion that's unlikely to go anywhere. From my perspective, it's basically just a giant wish list of things they hope the government might implement one day, and really that's it. And really, at the end of the day, I'm going to take the stance that we should not expect or wait for government change. Learning in the future. Second, we got to place a stronger emphasis on financial education. で、まあ、これで、まあ、それをちょっと、文章にしたものがこれなんですけど、まあ、すべてデジタル化され、レストラン、ホスピタリティ産業を停止させ、貧富の差はますます大きくなる。その結果、人口の大部分を取り残された状態に、突然仕事をしない仕事に戻ることができなくなってしまいました。で、まあ、この社会的な課題が出てきたということで、まあ、グレートリセット、まあ、SDGs にちょっと似てるんですけど、変化を求めることであり、ビジネスを大事。まあだから SDGs も、まあ人々の生活が一番大事だよっていうことで、ビジネスを大事にっていうことなんですけど、まあこれトランプさんが最も嫌がりそうな感じなんですけど、まあこういうふうな流れに世の中なってるなっていうのは今感じつつありまして、まあ今新しい時代ができつつあるというその転換点にいる、ちょうど真っ只中にいるっていう感じすごい受けまして、まあ、持続可能な開発とグリーンエネルギーに政府の資金を再配分し、救済金を受け取る企業に制限をかけることが含まれる。これちょっと意味がよくわからないんですけど、まあ、あと景気刺激策が通りましたね。1兆ドルっていう、まあ、ちょっと当初2兆ドル以上になるって言ってたんですけど、だいぶ少なくなっちゃったなっていう。まあ6万円ぐらいなんですかね、1人当たり。もう10万とか20万ぐらい配るって言ってたんですけど、だいぶ減っちゃったような感じですね。まあ偉大なリセットは起こりそうもない偉大な混乱のように。まあちょっとまだよくわからない様子見てるって感じらしいんですけど、まあまあその中で、まあ、解決策、グレートソリューションの方をちょっと提案してみるってことで、まあ率先して行動する。あ、これは株とはちょっと関係ないんですけど、まあこれからの社会の生き方なんですけど、率先して行動することを学びましょうと。まあまずは何か欲しいものがあればそれに対してアプローチかけると。あとは金融教育に重点を置くべきであると。まあ金融教育は非常にリテラシーがあるのとないのでは、長い、まあ数年だと分かんないですけど、長い年月かけるとだいぶ変わってくるものがあるんで、そこら辺を気づかせるのが金持ち父さん貧乏父さんとかの本で、まあ、そこら辺知ってると知ってないんだと結構年数が経ってくるとだいぶ変わってくるんで大事だと。前も言ってました、この内容。働く方法を学ぶべきであると。最終的には給料のためお金を誰かに依存することは常に持続可能であるとは限りませんということで、まあ、給料だけだとちょっと危険だと言っております。有用なスキルであることになるだろうと。まあ、重要なのはってことですね。
第4に他の人を思いやりを持って親切にすること。まあ、これはちょっと日本ではあまり言われない。あ、日本ではというか、アメリカのあれなんで、まあそういう親切にしていくことが大事だと。まあ、あとは過去の経験から学び続けること。同じ過ちを犯し続けていると。まあそんな感じで、まあこれからの投資で、ちょっとまあそういう世の中がちょっと変わりつつあるんで、まあそういうことをちょっと紹介したいなと思いまして、であと持続可能な開発目標の、まあそういう企業が利益だけじゃなくて、そういうことをしていく、テスラなんか特にそういう感じなんで、持続可能な、まあ人類がずっと生き延びられるように、ちゃんと生活していけるようにっていう、そういうことを目指していくっていうのが企業にも求められるような、そんな感じだと思うんですけど、なのでそういうことを担う企業の株がこれから上がっていくんじゃないかなっていうふうに私は読み取ったんで、今回これをちょっと紹介させていただきたいなと思いました。で今日はこんな感じですね。あとはだからモデルナが上がって、あとはやっぱりちょっとビットコイン上がるなと思ってたんですけど、もうこんなに、1万9500の時に買ってればもう半分以上、3万ぐらいになっちゃうと思うんで、そうするともう2分の1そこで稼げちゃうっていう。ビットコインやっぱりすごいですね。これも、イーサリウムも結構すごいかな。イーサリウムも、まあこう、上がってきてる。あ、でもビットコインの方がすごいかな。すごいですかね。ビットコインの方が。まあ、そうですね。あと、モデルナが、やっぱりあとは上がってくれないとって感じなんで、モデルナがこれからこう上がってくるのを期待して待ってます。まあ、ここら辺で買えば、一番買いのポイントとしては、まあ、ワクチンが有効性が確認できれば上がると思うんで、まあ、そうじゃない場合まだ下がる可能性あるんですけど、単純に私の予想では、ここら辺でもうちょっと下がったらそこなんじゃないかなっていうふうには見てるんですけど、まあ私の予想なんですけれど、ここら辺なら一番そこで、普通に考えてもワクチンがこれから注文発注受けて増えるわけなんで、織り込み済みって言っても、これで終わりなわけないと思うんで、まあ、あとはがんの開発してる会社なんで、まあ、そういう免疫の方のテスラのような会社だとは言われてるんですけれど、メッセンジャー RNA の最先端行ってるんで、まあ大丈夫だと思うんですけど、あとはテスラですね。モデルナだから、こう見ると46、前の一番下がった時が、ここの下がった時とかは37までいってんですね。39とか。あとちょっともうちょっと下がるなって感じなんですけど。で、テスラの方は、まあこう見ると、どう見てもちょっと下がりそうな感じはするんですけど、まあそんだけ人気があるんで、87、前は87が一番だ、もう一回80ぐらいを来たら売ればいいんかなっていうふうには私の考えでは見えるんですけど、わからないですね。まだ上がりそうな。780ドル価格目標なんて言ってたアナリストがあったんで、
780って言うと、まあ、だいぶ上がるなっていうイメージなんですけど、まあ、ちょっとわかんないですね。まあ、今日はこんなとこで終わりたいと思います。まあ、よろしかったら、いいねボタンの方よろしくお願いします。拡散されますんで、よろしくお願いします。いつもありがとうございます。